皆さんこんばんは。最近目を張って高い化粧水を買ったものの、結局肌荒れしてしまって前の化粧水戻した元男の子の青木かのんです。長いんだってだから。皆さんアップローチってどう思います？これ今私がつけてるんですけども、アップローチっていらなくない？一部のガジェット好きが買う大人のおもちゃ的なもんでしょう。多分そんな印象を抱いてる方が多いと思うんですね。私も、アップローチを2、3、4、まあ、ミーハー心で飛びついたものの、なんかちょっと違うなと思って結局速攻で手放してしまったんですね。ですが私は未だにこのアップローチシリーズ5を愛用しております。今回はですね、しばらく使ってみて良かったところ、そして以前の私のようにアップローチの用途とか漠然としていらっしゃる方かなりいらっしゃると思うんで、買うべき方、買わない方がいい方、そこもちょっと話していければなと思います。スタート。今アップルストアで販売しているシリーズなんですけども、なぜかアップローチシリーズ3売ってるんですよ。でシリーズ4売ってないの。だから今ラインナップは3と5なんですよね。うまいですねアップルさんね。まずですね、アップルウォッチって GPS モデルってやつとセルラーモデルってやつがあるんですよ。簡単に言うと GPS モデルっていうのは iPhone が手元にある状態で使えるバージョン、要はこことここが Bluetooth でつながってるっていうことです。なので iPhone が手元にない場所だと通信ができないってことですよね。そしてセルラーバージョンなんですけども、 iPhone を家に置いたまま Apple Watch だけでこうやってメールのチェックができたりとか、着信が来たらもしもしってこうなんか名探偵コーナーみたいにできるわけですよ。価格を言っておきますけども、GPS モデルが税抜き 19,800円。そして今私が使ってるこの一番新しいシリーズ5の GPS モデルが 42,800円から、セルラーバージョンは 38,000円、 72,800円。ちょっとシリーズ3と比べると割高感がありますね。でまずですね、私がこのアプローチを証拠りもなくシリーズ5を買ったっていう理由がですね、以前出した動画見てくださった方だったらわかると思うんですけども、私すごいスケジュール管理がめちゃめちゃ下手でしてねなんか日本語おかしい。めちゃめちゃ下手なんですよスケジュール管理が。でアップルウォッチっていうのはスケジュールとかの通知をですね、手元でバイブレーションでブルブルってやってくれるんですよ。だったらお前2、3、4とかその時もやってればよかったじゃんって思うじゃないですか。その時はですね、通知を精査してなかったんですよ。わかります？ iPhone で受け取っていた通知を全部こっちでも通知を来させるようにしてたんですよ。その時は1日に2、300件、それがこっちにも来るってことは合計600件ぐらい、もうやだーみたいな感じになっちゃって手放しちゃったんですよ。いやほんありがたいことですけどね。ただこれは本来のアプローチの使い方ではないんだなっていうのを私は後々知って、それでもう一回買ったんです。でじゃあ今どういう使い方するかというと、こっちでは基本的に SNS などの通知をさせといて、 Apple Watch では LINE、電話、スケジュールの通知、何時何分にこの駅に移動してくださいとか、今私がやらなければいけないことっていう通知だけこっちに来させることによって、今まで散々手放してきた Apple Watch を今でもちゃんと毎日使い続けてます。めちゃめちゃ便利です。こと細かくなんて登録するのめんどくさくないみたいな思う方いらっしゃると思うんですけども、これって Siri の機能があって、例えばここ長押ししますよね、リマインダーをセット、何をリマインドしますか、1時間後に移動開始、設定しましたっていう感じで、いちいちこうピコ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 やる必要がないっていうことです。あとはですね、キャッシュレス決済のためにも使ってます。これを2度タップするとスイカなどが起動します。カチカチスイカ、スイカとか、あとは ID などのそのクレジット払いとか決済ができるんですよ。コンビニとか百貨店とかも全部これピッピッピッ、タクシーもピッピッピッ、全部これでできるんで、すっごい便利です。スマホをポケットから出す手間が省けたっていうことです。あとはですね、ワークアウト、今日何カロリー消費しましたとか、どのくらい歩きましたとか、要はハイテクマンポケみたいな機能がついてたりとか、まあそれを自分のこの運動版カレンダーみたいなアプリがあって同期されてんですよ。運動量足りてないなとか、なんかすごいわかります。で次がボイスメモ、
ここにアプリがあるんでポンってタッチしてメモしておきたいこととかを声で録音したりとか、あとはまあなんか作業してる合間とかに、じゃあちょっと10分ぐらい休憩したいなっていう時に喋って10分後にタイマー鳴らしてもらうとか、まあそういったなんだろう、必ずなきゃいけないものでもないんだけどあったら便利だなみたいな的な使い方もしてたりします。まあ、一番やっぱりスケジュールの管理ですかね。まずですね、一つ目、スマホから離れたいけど重要な通知は欲しいっていう方です。結構今多いじゃないですか、スマホ依存症、もうスマホばっかりいじっちゃっていろいろな作業とかの効率が落ちちゃうみたいな、通知気になるみたいな、じゃあ LINE が来ました、その後にちょっとツイッターいじっちゃおうかなみたいな、なんかインスタとか なんか来てないかなみたいな、ふーんってどんどんいろんなところをいじり出すじゃないですか。まあ私はそうなんですけども、それでいつの間にか30分とかなんか別のことし始めちゃってるみたいな、なんかそういった悩みがある方は手元でチラッと見えるんですよ。でこれは今返すべき内容か内容じゃないのかとか、ここでチラ見で判断ができるんですよね。ここで簡単な返信もできますし、大切なことだけを見極めることができました、これをつけてから。2つ目はお財布決済、スマホ決済しないやみたいな方だったらもうそもそも全然意味ないんですけどね。私は今までスマホのスイカとか ID 払いとかピー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 やってたんですけども、はるかにこっちの方が便利だなと思いましたね。でセキュリティとかどうなのっていうことなんですけども、これって人の手首から離れたら鍵がかかるようになってるんで、そこはもう安全です。手首から離れなかったらセキュリティかからないんで、まあ、使いやすいんですけども、まあ、そういった手軽さがこれいいなって思ってます。で次はですね、不規則なスケジュール管理からのストレスから離れたい人。毎日のそのルーティーンが決まってない人って大変じゃないですか。それがある意味手首についてくれた私の秘書みたいな感じに動いてくれるんで、ものすごくいいと思います。もう予定が分かった瞬間にもうバーってこうやって音声でやっちゃって、音声アシスタント信用できんのって思うんだったら、一回スマホで目視すればいいだけですから。次はですね、大学生の方にすごいおすすめをしています。大学生って言ったら講義によって教室とか変わったりとかバイト行ったりとか、結構不規則だと思うんですよね、大学生も大学生で。なので特におすすめできるなって思います。で次はですね、 AirPods を使ってる方。AirPods っていうのは Apple のイヤホンですよ、ワイヤレスの。 AirPods を使っている方はよりこれを使うことによって力を発揮することができると思います。 iPhone は例えばもうバッグの中ポーンって持ちしまっといて、音楽をこれで聴く、次の音楽だったらピピピピって、もうこれ音楽アプリ入ってますから、次の曲何にしよっかなって言ってポケットからゴソゴソって出してこうアプリ開いてじゃなくていいんですよ。別になきゃいけないもんでもないんですけどね、本当かゆいところに手が届いてるな感、音楽に関しては。 AirPods を使ってる方ってそれなりに Apple が好きな方だと思うんですよ。だってワイヤレスイヤホンに2万円も払うぐらいの価値を感じてる方ですよ。だったら1万8千何百円から手に入るんで、まあ、シリーズ3ではあるんですけども、テストがあったら買ってみるのも私は大いにありだなって思っちゃいました。常にスマホを手に持ってる方、別に SNS から解き放たれたいとか別にいいよ問題ないよって方だったら別に、アプローチはいらないかなって思います。キャッシュレス決済とかもむしろ手に常に持ってるからあんまりアプローチの恩恵を受けれないかなと思います。あとはスケジュール規則的な人で習慣づいてる人だったら特に必要なものでもないかなってって思います。ただこれからキャッシュレスの時代がどんどん来るって言われてて、 PayPay とかもそうですし、メルペイとかも、もうそれも力を発揮すると思うんで、なので例えば2万円の財布買おう、なんかそういうところにお金を使うのであれば、 Apple Watch のそのエントリーモデルの1万8000いくらとかに使うことで、その効率的な部分は上がりますよね。キャッシュレス決済のためだけにでも、もういいんじゃないかっていうぐらい私はすごい便利です。ではですね、 GPS バージョンとセルラーバージョン、どっちが必要っていう、私も最初そうだな、スマホ常に持ち歩くけども、でもいざという時はスマホなかった場合単体で使えるセルラーバージョン便利だよな、どうしようかなって悩んだ時あったんですよ。で私はセルラーバージョンを使ってるんですね。でも不要だなって思いました。むしろ電池持ちを長く持たしたいっていう理由もありまして、ネットワーク接続モードを切ってます。
スマホを家に置いて出かけるようなことがないんで、まあありがちなケースで言ったらジムとかですよね。更衣室にスマホを置いて身軽な状態で運動したいっていう方だったらセルラーバージョンはいいと思うんですよ。まあいろいろ話したんですけども、私が皆さんにまず最初の第一歩としておすすめできるのはシリーズ3の GPS モデルの 18,000 なんちゃら。シリーズ5とシリーズ3って特にやれることやれないこととか変わらないんですよ。試しに使い始めて、で多分新型シリーズ6が今年の9月10月出ると思うんですけども、それまで使って満足したならば新型にお引越しすればいいのかなって。ぜひ気になってる方いましたらアップルストアで直接見てみてはいかがでしょうか。こんな感じです。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok も画面の下にありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。